こんにちは、こんばんは。ダイスチャンネル、ダイスです。今回はワールドオブファイナルファンタジークリスタルの塔に行くしかないだろうということで登っていきます。あ、階段キラキラしてて かわいいっていうか綺麗だね。もう一つのナイツイルって渡ってる最中にパリンとか行かないよな。クリスタルだけ大丈夫、大丈夫なのです。ってお前飛んでるからだろ。まあそうだね。ナイツイルエリア行ってみよう。え、もう一つのって言ってたけど、え、何これ、え、壊れてる。いつの間に戻ったんだ。違うのです、戻ってないのです。戻ってない、うん、似てるけど違う場所だね。でも、うん、すごい破壊されてる。古い感じって言ったらいいのか。うん、そうだね。ナインウッズヒルと違って本当のゴーストタウンみたい。そう、星印がある。あ、なんか始まる。ん、これがクリスタルの塔なの。かい、ここがクリスタルの塔ってことか。これなんだ。戻って、え、ああ、マドアーマー。あなたは一体なんでマドアーマーに乗ってるの。私はえ、戻って、え、あなたたちは先に進んじゃ。どういうこと。うわあ、なんだ。あなたも召喚師なの。逃げてティノ。ちょっと、どうしちゃったの。ミラージュの人と両方の気配がするのです。どういうこと。それにあの魔導アーマー見たことないよ。乗ってるよ。何にしても相手は容赦なしっぽいのです。どうしよう、気をつけるのです。ちょっと、どうしような。弱点は見たいけど、とりあえずバリアシステムだよね。バリア、どうしちゃったの。赤く光ってるってことは操られてる感じ。サンダーは効く。あ、意外と効く。でも魔導アーマー的には水とかだよね、確か。やっぱのせのせになってる。水系ないね。なんかないかな、アイテム。さっきなんかね、買ってきたんだよな。あ、やっぱりある。竜の音、あ、中ダメージ。これは効くね。あとは、お姉ちゃん、マビリティ。ウォーター。はい。結構入る。じゃ、この方法で行ってみよう。とりあえず、マドアーマーにマドアーマーどうなんだろう。あ、意外と。よし。頑張る。ウォーター。痛いよ。アイテム、さっきのがすごかった。中ダメージ、中ダメージ、これだ。竜の鱗、小さい鱗でも入るもんね。あれーって、あれーって。よし、サンダー、ウォーター、もう少し、もうちょっと。これどうしようか。バニッシュってどうなんだろう。600、あ、まあ、入らないやつ。で、しかもなんかミサイル、ちょっと痛い痛い。どうしよう。どうしよう。ウォーター。あ、まだ。これケアルするしかないよね。もう一回来た。サンダーじゃない。でももうちょっと。こんな時はさっきの、竜の鱗。これだ。よし、いた。やばい、なんか来てる。死なないで。うわー、怖い怖い怖い。やばいやばいやばい。どうしようどうしよう。ほっほっ、チャージとかでしょ。ってことはもうアイテムを使うしかないと。はい、ポーション、それお互いに使おう。
と。なんかないかな、なんかないかな。ラスターリクシャーは持ってるけど、エーテルターボ違うよね。ハイエーテル、やっぱハイポーションだ。こっちで戦うしかないか。いや、そキャールがあるんだよ、使いたいけどできないから、とりあえずキャールだ。うん、来た。アビリティなんかないかな。キャールかな。ここは回復。お、ぶつかれてる。ここで戦う。400ぐらいしか入らない、まずい。魔導アーマー、魔導ビームだ、いけ。とりあえずね。でキャルラの5、もうちょいか。次のターンでキャルラしよう。魔王、戦う。よし、ここでここでキャルラ、はい、お姉ちゃん OK。キャルガが欲しい。キャールだろうな。とりあえずで戦っていこう。どれぐらい、やばいやつ、どれぐらい。まだまだじゃん、まだまだじゃん。アイテム使いたい。なんでこれ、これ痛い。どれぐらい持っていかれるの。1200、いやーきついな。ポーションじゃあれだね、もうハイポーションだ。ほい、よし、戦う。よし、まだちょっとアイテム使おう。これは大地の鹿抜いてるからかい。ダメなのか、属性なのかい。はい、キャール、よし、これもキャール、よし。今のは多分そんなに効かないけど、8あるってことは崖。炎もそんなに効かなさそう。やっぱり水とかだよね、きっと。竜の鱗？鱗。氷結は？あ、これ魚の鱗。あ、でも500とかだ。だいぶ入る。痛いよー。やっぱよー。半分は切ってる。ちょっとずつ削っていこう。回復もしながら。よし。これがもうね、怖いやつ。大丈夫だよ。半額とかでも。すごいな。すごいな。よし、ここで回復して戦う。温存だ。500ぐらいずつが削れてるから一応いいんじゃないかな、多分。大丈夫。でも何があったんだろう。あ、でもピンクになってる。ああ、乗せ乗せ崩されちゃった。やばい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 、乗せたい。違う、これこっちじゃない、ここだ。乗せ乗せ、よし、やば。キャール、ほいで、ゴーアル、あら、はい、ガワイできないけどモーターはできるよ。700、効くね、入るね。ここ怖い、やばー。もう回復終わってる。大丈夫大丈夫、よし、ここでいけるんじゃないかな。もう入る。よし、あれくらいなら。やった。なんで何があったの。メガフェニックスもらった。よし、なんかあった時に使おう。大丈夫ティナさん。進んじゃダメ。マジで何なんだティナさん。気を失ってるだけみたい。怪我もないみたいだし、とても強い人なんだ。自分の意思じゃなかった感じがするのです。
気を失ってるだけなら先に進もうぜ。また襲われたらきついしさ。うん、何が起こった？はあ、これでクリスタルの音。あ、船着き。この女を幻獣もろとも倒すとはな、頼もしいことだ。しかしこれで全ては整った。うん , 笑い方気持ち悪いよ。何が待ってるの？クリスタルの塔。あ、すごいクリスタルだ。うわあ、建物の中にあるのってことか。クリスタルタワー来た。やっぱ中も違うんだな。なんかある。エレベーターもないみたい。マジで？階段を上がっていくしかないみたいなのです。ピャー、さあ一緒に頑張るのです。おおいって、お前乗ってるだけじゃねえか。突っ込んでる。いや、ついにクリスタルタワーですよ。よし、この後なんかあの螺旋階段すごそうな感じがあるけど頑張って進んでいこうと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた、 See you!